東京ヴェルディです。いつもの形4-3-3ですけれども、メンバーは3人変えています。柴村さん、いかがでしょうか。ヴェルディは攻撃の時に両サイドバック高い人取るので、攻撃の時、特に相手陣でボールを持っている時のリスク管理というところを注目して見てみたいですね。今日はアンカーに加藤を置いていて、そしてサイドバックは右深澤、左加藤蓮という、こういった形になっております。一方の仙台の方のスタメンです。こちらいつもの 4-4-2 ですが、6人変えています。こちらポイントいかがでしょうか。ツートップのところ、皆川選手とフェリペ・カルドード選手、このあたりで、得点を取れるかというところ、奪った後早く攻めるかというところで、両サイドハーフ、名倉選手、木田選手も含めて攻撃のところ注目したいですね。はい、左サイドバック、今日は加藤蓮が入っています。縦につけていきました。ワンタッチで落として左から流れていきます。さあ、ここからまず勝負に行こうという局面ですけれども、加藤も近くに入っていますが、クロスが入ってきた。ヘッド決まった。後ろから飛び込んだ森田、素晴らしい3列目からの飛び出し。東京ヴェルディ杉本のクロス、最後は森田幸喜のヘッド。いや、いい流れでしたね。このクロスも非常に見事でした。で、これ相手を外して、で少し中を見て、このマイナス、少しマイナス気味のところを狙ってましたよね。そしてここに飛び込んでいった森田選手、見事なゴールでしたね。これ今シンプル落としましたけども、吉野から裏に出します。フェリペカルドーゾ、ここは馬場が消しに行きますが、かなりフィジカルのマッチアップ、奪っ、おー、ここは行った。フェリペカルドーゾ、フェリペカルドーゾ、中央を振るポスト、そして左足決めてきました。ラグラ、厚みのある攻撃から磨かれた仙台、同点。いや、まさに仙台の選手たちの特徴が生きたシーンでしたよね。長選手がシンプルに落として、フェリペ・カルド選手がこうスペースに走る、でこの推進力を生かしてスペースを走って、ここ突破していく、でそれを突破を信じて中に入っていってますよね。これ皆川選手の後ろに、そして長選手も入っていってると、非常に厚みのある仙台らしい攻撃が出ましたよね。相手に渡って名倉、名倉が仕掛ける、木田が要求、落として名倉、名倉左足シュート、ポスト叩いてセカンドボール、皆川だ。ーキーパーよく戻っていました。よく防ぎましたね。で逆にカウンター、ここから右空いています。さあ、ここに来た荒井瑞希、2-2、カウンター返しの形になるかどうか。右足シュートブロック、キム・テヒョンが対象しました。このまず名倉選手のシュート見事でしたね。高木選手よく防ぎましたよね。ここは中央に入りますが、ヘッドを折り返し、もう一度フェルプからどうぞ、一投というところでしたが、打ち切れませんでした。梶川の右足を使います。おそらく前に突っ込んでくる選手という感じでしょうが、宮に来た、ヘッド、おお、ここはよく使いました。小畑優馬、今も加藤光健に合わせていった形です。フェルペカルドーゾは中央に待っていますけど、そこをめがけてきた、ちょっと強く当たった、クリアまだ不十分、ヘッド飛び込んでくる、どうだ、詰める、クリア、セカンド中島だ、中島切り返す、もう一度えぐってのクロス、ファーへ流れてくる、左からもう一度加藤志郎、タッチ大きくなりました。仙台の方、惜しかったですね。セットプレーの流れから最後、これフリーになっていたんですけれども、よく止めましたよね、高木選手。はい、そしてこの後も中島選手が落ち着いてクロスまで行きましたけれども、あと一歩でところですね。また新井に入りました。新井から外に出します。また新井が入ってきた、新井のクロス中央、決まった、ニアで飛び込んでいきました。佐藤龍我にゴール生まれました。今シーズン6ゴール目、再三破っていた新井瑞希の突破。新井選手が一つ使って中に入っていったんですよね。で、この相手の目線が変わった瞬間にこの中に入っていった、この動きも見事でした。加藤蓮からのボール、うまく収めていって、さあここは抜け出していきます。新井瑞希のクロス、中央だ、ヘッド流れた、バスケスマイロー、外で待ってました、左から右の崩し、バスケスマイロー2試合連続ゴール、東京ヴェルディ3点目。
まあ、またも左サイドからですよね、はい。まあ、再三ここは新井選手の個人にも含めて崩してますけれども、そしてこのバスクスバイロン選手が再三逆サイド深い位置一番奥のところで呼んでたんですよね。相手のキーパーディフェンダーをよく見て空いてるコースに流し込みましたね。見事なゴールでした。バスケスバイロンボールキープ、コーナーキープに入るでしょうか。相手に当ててコーナーキック、今4分台に入ったところで試合終了の笛です。バスケスバイロン、このガッツポーズ、今日は自身のゴールが勝利に結びつきました。東京ヴェルディ5試合勝利がない苦しい状況、このゴールデンウィーク堀井貴文監督が復帰をして見事に連敗をストップしました。